えーと、そうしましたら、えー、と、8月の検索トレンドの Q&A ということで、スタートの方をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。えー、と、本日の、えー、登壇と言いましょうか、こちらの方に参加させていただいているメンバーはいつものメンバーになります。あの、1人、あれですね、えー、スライド上はひよこなのに、あの、YouTube ライブ上は猫になっている方が1人いらっしゃいますけれども、あの、あとは人間でお届けしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、と本日のお品書きになりますけれども、えー、こちらの、えー、今から申し上げる内容になります。えー、とまずですね、一番目、こちらが多分今回の中のお話の中で一番あの大事な話というか、皆さんもご興味があるところなのかなと思うんですけども、7月末のところの、えー、順位変動ですね、Google の方の。こちらの方の事例であったりとか傾向、こういったところをちょっとまとめさせていただいておりますので、あのー 小猫さんの方から、報告の方をさせていただければな、というふうに思っております。二つ目が、SM 関連のニュースということで、いくつか取り上げておりますので、こちら、ポイントポイント、かいつまんでお話しできればなと思います。で、三番目にいただいた検索の関連の Q&A ということで、クローキング関連のご質問いただいておりますので、こちらの方のお話ができればな、というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 はい。まずは、あの、いわゆるサープトピックですね。あの、検索エンジンの結果画面のところでの、えー、トピックということで、えー、今回は非常にあの、7月の後半、下旬のところで、あの、順位変動、あのー、ちょっと、えー、自分のサイトでもですね、あのー、そういう傾向が見られた方というものもいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、実際にどうもあったような感じです。で、このあたりちょっとまとめさせていただいておりますので、ではでは、あの、小猫さん、篠原さん、どうぞよろしくお願いいたします。 はい、小猫です。えっ、ー、と、概要としてはですね、変動の概要としては、まあ、ここに書いてある通りなんですけども、7月の13日頃から海外のランキング計測ツールで変動が確認されたと。で、えっ、ー、と、J との計測環境では、まあ、この、えー、ランキングの変動のピークがですね15から2、19から25の間で確認されたといったものになっています。 で、個別の動向を見てみると結構面白い動向があったので、そちらを紹介させていただくと、特にその、まあ、えっと、ヘルスだったり、ヘルス、まあ、健康系だったりですね、あと天気とか、まあ、特定のカテゴリーの中で大きく増加しているような事例が、まあ、結構ありましたというところです。これニュースメディアの動向で、まあ、あの、変動になったポイントで大きく、えー、検索上の表示が増えているといったものになってます。 はい。切りていいですかね。はい。お願いします。はい。で、えっと、ヘルスカテゴリーに関してはですね、えっと、特にまあ大きく動いたサイトっていうのがあったんですけども、特にその見ていて、えー、すごい特徴的だったのが、あの、これは求人系のサイトのページなんですけども、えー、まあ、すごく、えっ、ー、と、大きく落ちているような動きになっています。で、ちょっとその、うん、じゃあその求人系のコンテンツが、えー、なんかものすごく悪かったのかというと、なんかそういった動きでもなかったっていうのが今回の動きになっています。 はい。お次をお願いします。で、えっと、まあ、先に結論だけ言ってしまうと、えっと、まあ、Google が解釈する検索意図の変化っていったところの、えっと、ランキングの調整なんじゃないかというところが、えー、今回の、えー、我々の出した結論となっています。で、具体的に、えっと、どんなサイトか、どんな組み合わせ、クエリと、まあ、サイトの上下が見えたかっていったところで言うと、 例えば、えっ、ー、と、エリアかける料理名で上昇したサイトが、まあ、グルメのまとめサイト。まあ、あの、もちろん、そりゃそうだよなって思う方もいるかもしれないんですけども、例えば、その、そういう同じようなクエリの中で、例えば、何ですかね、えっ、ー、と、カレー、カレー渋谷みたいな、えー、クエリで調べたときに、えー、渋谷のカレー屋の求人、求人情報みたいなのが、まあ、載ってたりするところもあるので、まあ、そういったところが、えー、そういった求人サイトがこういうクエリで軒並み落ちたといったようなところになっています。であとは、まあ、ちょっと、 上から順番に全部読んでいくと大変なんですけども、代表的なところで言うと、はい、その学校名とかで検索したときに、あの学校検索の専門サイトが、まあやっぱり上昇したって言ったところと、えー、で逆に落ちたところは、えっと学校名で、えー、学校名付近の、えー、賃貸情報みたいなサイト、ページを持っている賃貸サイトが、えー、下落したというようなところが特徴として挙げられます。 で、まあ、あの、あとは下に書いてある通りで、上昇したサイトと下落したサイトっていったところで、まあ、それぞれ、えっと、クエリごとに、えっと、まあ、強くなったサイトと、ちょっとそのクエリに対してはちょっと弱めになったサイトみたいな感じで動いていました。はい。はい。で、えっと、実際にじゃあどんな動きがあったかっていったところで、代表的なサイトを5つほど、 え、上げて、ま、それぞれ比較してみたところなんですけども、え、左側があのエリアかける料理名のクエリの、え、群で見たときの、え、グルメのまとめ記事といったところが、ま、7月の中旬、下旬ぐらいから大きく上がっているといったところになってます。で、逆に同じクエリで表示されていた、えっと、求人検索サイトっていうのがすごく大きく下がっているといったものになります。で、えっと、この求人サイトの中にはおそらくあの、皆さんもご存知のようなものすごい強いサイトっていうのもあったりをするので、 まあ、そういったところも、あの、こういった意図のクエリでは下がっているといったような動向があります。はい、はい。で、えっと、二つ目ですね、学校名の、えー、クエリでまとめたものになりますで。左側が、えっと、学校系の検索サイトが、まあ、やっぱり大きく上昇していて、で、右側が、えっと、そうですね、これ、求人じゃなくて、賃貸ですかね。賃貸サイトのところが、はい。 えー、賃貸サイトの部分が、まあもちろんその、元々学校検索サイトよりは賃、えー、賃貸サイトの方がちょっと、あの、ボリューム自体は、表示されるボリューム自体は少なめだったんですけども、えー、ここで大きく下がっているといったところになります。はい。で、えっ、ー、と、次が楽曲名、アーティスト名といったところで、 これも少し特徴的だったんですけども、同じ楽曲のク、まあ、エリ群に対しても、楽曲の配信サイトっていったところが比較的大きく上がっているところがあるんですけども、えっ、ー、と、楽譜ですね。例えば、えっ、ー、と、なんかギターのコードだったりとか、まあそういった、えー、ところが、えー、ちょっと大きめに下がっているようなところが見て取れます。<ー>はい。なるほど。 って言ったところですね。で、えっと、まあ、その後にオッチはしてるんですけども、まあ、今の、今のところ、その、なんか下落したサイトが大きく戻したっていう例はあんまり多くなかったかなというところです。調整程度に動いてるところはもちろんあります。で、あとはその全体の、えっと、まあ、変動後でも、やっぱりあんまり動いてないかなといったところになっております。 で、えっと、対策自体は、そもそもその検索意図に対しての、えっと、ランキングの調整だと思われるので、まあ、そこで落ちたからといって、そのサイトが特に悪いっていうわけではなさそうな動きだと思っています。で、えっと、何をすべきかっていうところで言うと、まあ、やっぱり結局 <laughs>、なんか Google の人みたいになっちゃうんですけども、あんまり普段とやることは変わらず、コンテンツを良くしてユーザー構造の改善を、えー、進めていきましょうみたいな、まあ、話にはなるのかなといったところです。はい。 <と>はい以上です。ありがとうございます。これ、あの、えっ、ー、と、1つ質問で、えっ、ー、と、今回、まあ、上昇したサイトと、あの、下落したサイトって、こう、まとめてくださいましたけど、これは、何て言うんですかね、えっ、ー、と、どっちにフォーカス当ててみるのがいいかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、要するに、こういうタイプのサイトがいいよっていう話なのか、それとも、これまで、えー、こういうサイトが、ちょっとこういうクエリーで、あのー、 ビジビリティ面での恩恵はあったけども、えー、そこの部分っていうのが単純に調整されて、結果として上昇したところがあの上がっただけで、下落したところがの影響で、その入れ替わが,が起こったっていうような感じなのか、それとも逆の現象なのか、そのあたりって、篠原さん的に、あ、すみません、小猫さん的にはどう思われますでしょうか。そうですね。うーん、どっちか。 ちょっとすみません。回答、質問の回答とにちゃんとできてるかわかんないですけど。はい、えっと。はい。すみません。えっと、そうですね。あの、意図が、まあ、より強く見られるようになったって言ったところなので、うん、えー、どっちかというと、その、上昇したサイト側がなんか強く見られて、そ、こってあんまり関係ないんじゃないのっていうところがなんか下がったみたいな、ちょっとなんか回答になってるかわかんないですけど。うん、ああ、ありがとうございます。イメージではあります。 意図のストライクゾーンが減った感じなんで、すすかね <laughs> そうでたぶ、ね、んで多分、これ、あのー、すごい推測でしかないんですけども、あの実際に中身を見たときにアクセスは減ってる割には、なんかコンバージョンにはそんなにあの、まあ、減ってないことはないと思うんですけど、うん、そんなに強く影響してはいないんじゃないかなとは思ったりはしています、はい、そもそもこの辺がどうして上がってたのかっていうのは、あまりよくわからないというか、非常にニッチなユーザー意図であったような感じはしますよね。 まあもちろん、例えば、あの、料理人の方とかが、エリア料理名でしちゃうときに、あの、料理人の求人検索とかがあると、へえ、みたいな感じになるのかもしれないですけど、やっぱり、マジョリティのユーザー意図っていうのは、エリア料理名だったらグルメまとめ記事であるとか、あるいは学校名だったら学校検索サイトで、っていうのが、やっぱり、マジョリティのユーザーの検索意図だと思うので、どちらかというと、そちらにより寄せてきた。 みたいなことが発生してるんじゃないかなと思ってます。はい。ありがとうございます。結構、私が、あの、前職グルメ系のサイトにいたときからも、求人検索サイト、地域と居酒屋さんとかで、うん、あの、1ページ目にいることはなかったですけど、2ページ目、3ページ目とかには結構なんか、その当時からもいましたよね。だから、結構、その、 目立ちにくいところではずっといたのかなみたいな、そんな感じでは印象としてあります,す、ね。学校名の賃貸検索とかも結構あれですよね。要はこの小学校の校区に住みたいみたいな人数があるからなんだろうなっていうのは、想像はできる感じですよね。よね村山さんあの、コンサルティングの現場であったり、あるいは書簡といったところで、この辺りの今回の動きってどういうふうに見てらっしゃいますかえっと。 話してたような人が多い方が上昇したサイトっていうのはとても同意で、じゃあコンサルティングのところでってなったときに、結構賃貸検索サイトとかの学校名とかは、割と大学名、近くのアパートみたいなクエリでも、そういうページを作るためのえと提案とかをしてたことはあったので、 と,ところで勝ちづらくなってしまったのはちょっと難しいかなとは思ってただまあ学校名単体単ワード学校名だけのワードではそれは必要なくて学校名プラスア、うん、パートとかマンションとかであればしっかりヒットしてくれるような検索結果の変化なのであればとても良い変化かなと思ってますありがとうございますなんか昨日あの昨日かな一昨日かな社内でちょっとあの他のコンサルのメンバーが共有し,してくれた話で今回結構その変動の中で 結構画像検索系のところとかもちょっと動きあったっぽいっていう話の流れの中でだ結構そういう画像を探す意図なんだかどうなのかあま曖昧なところに関しては少し今回動きあったけども比較的ちゃんと画像を探して意図が強いところ明確なクエリー系のところはすごくこう上がってたとかなんかそういうような話とかっていうのをちょっと共有してくれてたりとかしてましたけどまあそういった意味で皆さんのあのこれあの ご覧いただいている、あの皆さんの中でも、そうですね、その、一見全体傾向としてどうも、あの、そういうランクの面だけでいくとちょっと落ちてるかもっていうところでも、自分の、さっき石山さんが言ってくれたみたいにビジ、ビジネスの直結するところのクエリのところとかっていうのは、もしかすると違う傾向があったりとかもするかもしれないので、ちょっとそういったところをセグメントして見ていただくともしかするといいのかもしれないんだと。 いうふうに思いました。というとこを一つまとめで、えっ、ー、と、次のところに行きたいかと思います。はい。じゃあ、7月のちょっとランキング報告ということで、あの、こちらの方が、えっ、ー、と、ちょっと大きな動きでしたので、あの、しっかりまとめて紹介させていただきました。相変わらず、この地層が、地層が綺麗ですね。お猫さんの腕がどんどん上がってきていいものですね。タブローはいいですね。タブローはいいものですね。 じゃあ次、SEM ニュースいきます。えっ、ー、と、今回の4つほど、えー、とご紹介ということで、1つ目、Twitter 未登録ユーザーだけでなく Googlebot もブロック。2つ目、Google インターネット上の情報を AI トレーニングに利用と明記。えー、3つ目、Google Search Console インデックス登録レポートの機能改善。4つ目、Google, Google Search Generative Experience の新たな3つの機能ということで少しご紹介したいと思います。まあ、Twitter の,の Googlebot ブロックの件はちょっと あの、7月の頭に、あの、少しニュースになりましたけども、あのー、こちらのところですね、ざっと、ゅ原さん、どんな感じでございます、あ、小猫さん、あの、どんな感じでございましょうか。あ、小猫です。えー、っと、そうですね。あの、7月の初旬に、あの、結構ツイッターが、ツイッターが今、結構いろんなことやるんで、もう何が何だかよくわかんないっていうところが結構あると思うんですけど、<laughs> あの、昔見れたのが、えー、っと、完全にブロックされてたっていうので、あれ、これ、あれですかね、ちょっと、すごいうろ覚えなんですけど、なんかスパムの、 対策とか、ボットの対策とかなんかそんなでしたっけ確か、なかだったような気がするんですけども。まあ、それで、えー、ブロックして、一気に、えー、なんか公式のアカウントとかも一気に表示されなくなったみたいなことがあったんですけども、まあ、若干その後に見てみると、ちょっと次のスライドかなんかでいただくと、まあ、あ、スクレーピングの対策ですね。すいません。 えー、ブロックされてます。その現在では、まあ、緩和されてるのかな、って言ったところになってます。で、なんか、その、一瞬落ちて、まあ、海外の、その、え、データでもあるんですけども、まあ、一瞬落ちて、また戻り始めたよって言ったところと、えっと、直近のそのキャッシュとかを見てみると、まあ、普通に、あの、インデックスされてるって言ったところはあったりはするので、まあ、何か、その、 ちょっとその後どういう処理をしているかまではちゃんと全部終えてるわけではないんですけども、まあ、その当初にやってたことよりは比較的緩和されたんじゃないかなというところで見ています。はい。これはあれですね、あの、API が非常に使いづらくなったので、えー、Twitter は。うん、それで、えー、っと、まあ、えー、今まで使っていた API が使えなくなったユーザーが、まあ、API を使うのではなくて、えー、スクリーピングを始めたと。 なので、その対策として、えーと、ボットっぽいトラフィックをガンガンブロックし出したみたいなのが背景としてあると思います。出なくなったんって、あれ価格が上がったって話のところですか、ね、そうですね。はい。無料では使えなくなったりとかっていう感じです、うん。ダメになったから、表からスプレーンに来てブロックしたって。はい。はい、いたちごっこか満載の展開ですね。<laughs> そうですね。 で次はあの簡単にちょっとご紹介ということで、えっ、ー、と、これ Google がインターネット上の情報を AI トレーニングに利用と明記ということで、ビフォーアフターであの表現の部分があの変わった部分というのが、えー、紹介されて、えー、を紹介させていただいております。例えばあの変更箇所の左側の方ですね、ところであのカスタマイズっていうのがパーソナライズになったりとか、 え、o g l e から配信される広告が表示されるサイトを閲覧したときっていうのが、YouTube っていう,う特定されていたりとか、あとは、ま、右側の方に行きますと、言語モデルの学習っていうのが、ま、AI モデルのトレーニングとか、えあとは、そうですね、バード、クラウドなどの AI 機能とか、こういった Google のプロダクト名が使われたりというような形で、まあ、あの、趣旨が大きく変わるというものではない。 え、内容ですので、ごくごく、あの、さらっとご紹介というところに、え、とどめておきたいと思います。はい。三つ目、これ、あの、サーチコンソールのインデックス登録レポートの機能改善のところなんですけども、結構細かく数字が出るようになりましたよという話ではあるんですが、これはどうでしょう、小猫さん、村山さん、えー、実際コンサルティングの現場の中でいくと、ここの部分の変化ってなんか、こう、便利になったとか、 あのより有益になったのに、そんなことってあったりとかしますうん、そんなに便利。そんなにないって。<笑><笑>というのも、ほとんどがあのインデックス未登録、クロールズミインデックス未登録が増えたっという形で、えー、内訳見てみると、まあ、今まで報告されていたような URL が中心となっていて、えー、そこからなんか新しい。 パターンの言われが出てくるかというと、あまりそういうことはないケースがほとんどかなと思うので、うん、あまりイベントでは終わってはないかなと思ってます。うんうん、なるほどだ。仕事の面ではそんなにこう大きなおこれ、これが細かくなってすげえ役立つみたいな感じのレベルもの,のものではないけども、ちょっとした、ちょっと、えー、機能の仕様変更というぐらいの受け止めって感じですかね。そうですね。 あ私たちはその支援側なので、あのー、いろんなプロパティを見て、まあ、インデックス見取力が増えてるなって思うので、まあそういう変化なんだろうなっていうことで感じ取れるんですけども、うん、インハウスの方だと見れるデータが限られているかなとは思うので、そこでちょっとビビってしまうことはあるかなと思いますが、まあ、安心していただいて良いのかなと思ってます。安心してくださいと。はい、入ってますね。<laughs> はい、入ってない。分かりました。 ありがとうございます。村田さん何かありますあ、あの、もう、もうめんどくさい。あの、島村さん。<laughs> すいません <laughs> ちょ。ちょっと、もう戻すきあ、タイミングがわかんなくな <laughs> いや、でも僕も、あの、村山さんと同じ意見で、うん、はい。そんなに別に、あの、何かやることは変わったかなっていうことはなさそうな印象でした。うん、で、特に大きいサイトになると、あんまりサンプルも見れないので、はい。かんあんまりです。はい。なるほど。わかりました。ありがとうございます。 はい、えー、とそれでは、えーと、4つ目かな、Search、えー e n e r a t i v e Experience の新たな3つの機能ということで、なかなかこれ日本にいると皆さん実感しづらいというか、まだあのテストユーザーというか、あの米国内だけでの限定的な利用ですし、あのちょっと遠目からちょっと見ているというような状況だと思うんですけど。 あのー、まあ、徐々に徐々に機能追加がされてますよっていうような感じのお話かなと思います。まあ、見ていただいても、へえへぐらいの感じしか、皆さんないかもしれませんが、えっ、ー、と、これは、ま、ちょっと、あの、バクッとした振り方になっちゃいますけど、なんか、長山さん、なんかこのあたりの動きというか、そのなんかコメントあればお願いします。あんまないです。あんまないです。<laughs> <laughs> そうっすよね。あんまりこう、 日本語のクエリでィこうっていうのはもう分かんないので、ちょっとまだ読めない、まあ、っていうところかなっていうとこですよね。ねまあ、SGE、ね、はまだまだ作っている最中というか、いろいろ、うん、あのどういうものが便利なのかとか、えー、どういうものが、えー、と開発されるべきなのかみたいなのを探り探りやっている段階だと思うので、はい、なんかこれからもあのどんどんこういう、まあ、こういうふうにしました、ああいうふうにしましたみたいなのが出てくると思うんですけど。 まああのー、例えばこの1番とか、あるいはあの3番とかは、まあ、そりゃそうだよね、そうするべきだよねっていう感じの,あの進化の方向性だと思うので、順当に機能を追加していってますねっていうぐらいの感想です。はい、ありがとうございます。ですので、ここはあのー、このあたりの、えー、と新しい体験の提供のトライアルを、まあ、Google どうも。 えっとトライアルしてるようだというぐらいの、えー、理解で、中身の部分っていうのは今後も変わってくるでしょうし、あの少なくとも現段階では、日本語環境ではまだ影響がない状況なので、まあ、こういうやってるんだなっていうぐらいのファクトを押さえるぐらいでいいのかなというふうにう、ねえー、思います、はい、これからもなんかいろいろたぶん出てくるんだろうなと思,い思うんですけど、いろいろなんかとりあえず投げて、何があの壁に張り付くか見るみたいな、そういう段階だと思います。 はいましたはい、最後、検索 Q&A ということで、あのこちらのクローキングに関してのえっと質問というところになります。Q のほうがですね、ちょっとあの言葉整理してえ作らさせてきましたけれども、ユーザーの、まあ、これ、参照元というか、流入経路というか、そういったような、あるいはユーザーのなんですかね。 知ってた情報とかそういうところも含めてだと思いますけれども、ユーザーの参照元によってページに表示されるコンテンツを変えるのがクローキングになりますかという質問になりますけれども、えっ、ー、と、こちらどう、どう振ればいいんだろうえっ、ー、と、じゃあ、長山さん、これはクローキングになりますかはいえ、ならないと思います。あのはい、クローキングっていうのはやっぱ基本的には、 あの、検索エンジンと検索ユーザーに全く違うサイトを見せることで、えー、検索ユーザーを騙すっていうのが一番問題なのであって、まあ、リファラーを見てとか、クッキーを見てとか、ログイン情報を見て、えー、出し分けるっていうのは、まあ、当たり前の話なので、あの別にクローキングとは見なされないと思います。うん、で、当然その、えっ、ー、と、ボットは、 まあクッキーだとかリファラーだとかログイン情報だとかを持たないのでえそれを持っていないユーザーと同じものを見ることになるんですけどあの基本的には別に問題のないことだと思ってもらって大丈夫だと思います。特にあのまあ一発アウトみたいなのはやっぱり Googlebot かどうかのユーザーエージェントで出す情報をえと変える。 っていうのは基本的にはクローキングとしてみなされるかなという感じですが、あのー、基本的にえっとやっぱり検索ユーザーをだまさないでねっていうのがベースにあるポリシーだと思うので、あのそこの方をむしろ気にされた方が良いかなと思います。ありがとうございます。これ、村山さん、お客様案件とかやってると、結構そういうギミックで体験のコントロールみたいなの えー、されてらっしゃったり、あれなんかそういうご相談を受けることもあったりとかするのかなと思いますけども、このあたり、いかがですかそうですねあの、時々テクニカルにこのような対応されているサイトは見たり、お話いただいたりしますが。まあ そのクッキーであったり会員情報を見て、そのユーザーだけに特別な情報を出すっていうのは、まあその会員のことを思ったり、そういう専用したユーザーのことを思ってコンテンツを変えているので、まあ良いかなと思うんですが、検索から来たときとサイト内遷移のときで変えるっていうのは結構、なんかそんなにユーザーの明確な意図の違いがあるのかどうかっていうのが、あの、汲み取れないことが多いので、あまりトリッキーなことはしない方が、ユーザーが使っていて、この足し、 やすくなってしまうと、あまり良くないなとは思います。まあ、例えば、検索から来たら、例えば、えっ、ー、と、どっかの一覧ページだと何の一覧ページからなのかわかんないので、あの、見出しとか文章にそのあたりを書いてあげるっていうのはいいのかもしれないですけど、そのされてないから来た場合は、そもそもそこを選択して遷移してるので、そういう情報は飛ばしてしまうとか、ぐらいのものならいいかなというのを感じます。で、<laughs> 結構、これは、あのー、自分たちで、 業務として、あの、大変だなと思っているのが、コンテンツを差し替えても URL が同一だったりするので、あの、アナリティクス上で同じ URL で、えー、データが混ざってしまうんです、ね。それが結構、あの、業務として支障が出るなというところで、なんかコンテンツの差し替えとか差分があった時は、えー、ときは、URL 以外の情報、j f 4だったら他のパラメータとか奇数に、そういう情報を与えてあげてくれた方が、あ後々効果検証がしやすいなと思っています。あ、ありがとうございます。 これは、あの、計測探偵の tips というか、ちょっとアドバイスも込み込みの、あの、フィードバック、今、あの、村山さんから回答いただきましたけども、ぜひなんか参考にしていただけると嬉しいかなと思います。結構、まあ、体験会でてどっちが良かったっていうのをなるべく明確に分かりたいものだと思いますので、そういった意味でそのための準備という部分を、計測のご担当の方とかと、ちゃんと、あの、ご相談の上でですね、進めていただければなと。 というふうに思います。というアドバイスも追加されたものでございました。ありがとうございます。という感じで、あの、えっ、ー、と、このあたりの Q&A に関しまして、あの、ご覧いただいている方の中でですね、ちょっと聞いてみたいこととかありましたら、あの、募集しておりますので、えー、ぜひぜひ、あの、ご連絡いただければと思います。あ、しまった。回答があった。というようなところでございます。 はい。じゃあ最後にですね、ちょっとお知らせということで、えっ、ー、と、弊社の方で予定しておりますイベントであったり、あの、登壇機会の、あの、共有をさせていただきたいと思います。一つ目がこれ、あの、9月1日の、あの、夕方から行われる、ちょっとしたまあ、ミートアップイベントと言いましょうか、えー、ものになるんですけども、JADE NIGHT というのを、えー、9月1日の夜6時から9時まで開催予定でございます。 で、これは、あの、あまりかしこまった内容のものではなくてですね、えっ、ー、と、こう、いろいろ、まあ、なんて言いましょうか、皆さんの方で、普段、えーと、例えば広告運用であったりとか、SEO であったりとか、まあ、アナリティクスであったりとか、まあ、そういった部分で、ええー、まあ、こう、悩んでることとか、まあ、質問してみたいこととか、そういったものとかあったら、まあ、そういったものをなんかちょっとオープンに、 え、ちょっとワイワイしながらなんか会話できる機会とかがあるといいかなということで、なんか皆さんになんかこういうことを準備して臨んでくださいねとか、そういったことをお願いしてやるようなものではなくて、あくまでこうカジュアルに、あとはまあ知り合いが増えるといいなみたいな感じの意図でもいいですと思いますし、あの来てもらえると嬉しいかなというふうに思っているイベントでございます。 ちょっとオフィスの都合上、あの、キャパシティ15名なんですけれども、えっ、ー、と、秋葉原の弊社の方の本社オフィスの方でやっておりますので、えー、ぜひ、あの、ご興味ありましたらですね、お越しいただけると嬉しいと思います。結構あの、15だと比較的すぐ応募来てくださるかなと思ったら、結構、あの、もしかすると、 あの、警戒されてる人から <laughs> もいるかもしれないですけど、<laughs> あの、ワイワイやりたいと思ってるイベントなので、あの、金曜の夜ですしね、あの、こう、えっと、軽い気持ちで応募いただけるととても嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ここにいるメンバーはみんな参加予定で、それに加えて、えっ、ー、と、弊社の郡山であったり、小西も予定しておりますので、よろしくお願いします。はい、もう一つが、こちらがですね、9月7日、 なんですけれども、こちらの広告運用をされてらっしゃる方の、特にそうデータの計測の部分とか、そういうところに関してのお話になります。あのアドユービスを展開されてらっしゃるイルグリムさんと、弊社の小西のジョイントをした形でのウェビナーということになっております。こちらは参加費無料という,ようなことで、オンライン開催になっております。 9月7日の木曜日午後2時から3時の1時間の内容になっておりますので、こちらも、あの、ま、分析の分ですね、データ分析広告運用している中でのデータ分析、特に GA4 を活用してというところでのお話という部分がいろいろとできればなというふうに思っておりますので、こちらもご興味ございましたら、あの、ご応募いただければと思います。あの、応募に関しての情報はですね、えっと、 多分、概要欄に貼ってくれてると思うんですけども、ちょっと、今日の <laughs> ライブ配信の URL が変わってしまったんで、少し不安ですが、あの、後ほど、こちらは、あの、ご案内できるようにしたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、運営の方がやってるよっていう、あの、サムアップしてくれたので、多分、概要欄にあります。えー、応募いただければと思います。はい。で、配信のご感想やご要望などは、こちらのフォームからどしどしご用意ください。ということで、こちらも、あの、フォームの方に、あの、 えっと、YouTube の方の概要欄の方からご覧いただければと思います。ええー、また最後にですね、あの、Jade の、えー、ソーシャルアカウントの方のご案内ということで、こちらにございますけども、えアットマークの -Jade-KK というのが、あの、旧 Twitter アカウントの方の、えー、になっております。それから YouTube の方ですね、こちらの方のチャンネル登録もしていただければなと思っております。はい。 ということですね。あの、今日はちょっと、あの、スタート当初のところで、あの、配信周りのところで少しご迷惑をおかけしまして、あの、申し訳ございませんでした。あの、こちらの本日の内容は、あの、ちょうどアーカイブされるかと思いますので、それはまた、あの、改めてご案内させていただきますと同時にですね。あの、こちらの、あの、ライブ配信の方は、来月以降も、あの、続けていきたいと思っておりますので、あの、また楽しみにお待ちいただければ、とても嬉しく思っております。 はい。ということで、えっ、ー、と、少し、えっ、ー、と、スタート時間が遅れた関係で終了時刻も、あの、10分を、15分弱ですね、押してしまいましたけども、えー、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。えー、それでは来月もどうぞよろしくお願いいたします。えー、それでは皆さんもどうもありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。